今日は久しぶりに、GR86、マニュアルの FR の車を乗せていただいております。今日はこの車どういった車なのかっていうのを私なりにも少しご紹介できたらなと思います。でこの車はまず BRZ と、GR86 という車と、兄弟車が存在しているわけなんですけれども、このトヨタの GR86 という車は BRZ という車をベースに、少しコンペティティブに仕上げた、車になっていると、皆様もご存知だとは思うんですけれども、少し BRZ よりも、ダンパーのセッティング、バネレート自体も少し硬くなっている。でフロントよりもリアの方が硬くなってて、リアを踏ん張らせるようなセッティングになっていると、いうところも違うところだったり、あとはそのしなやかさの違いです。どちらかというとこちらのトヨタの GR86 というのはやっぱりこうクローズドコース、サーキットでコントロール性を楽しむといった、そういった車に仕立ててあるようなんですけれども、今こうやって高速道路もこういった、路面のアンジュレーション結構拾ってます。こういったうねりです。こういったうねるところでこういったもう一緒に車体が追従しているような、こういったところなんかがすごくスポーツカーな感じがあるわけなんですけど、こういった路面のアンジュレーションを拾うようなすごくレーシーな走りをする車になっているのが、まずこの GR86 乗って感じるところ。あともう一つはこういった、コーナー感で全くそのロール感を感じないということです。今までこういった車ですとどちらかというと転落でよくあったわけなんですけど、もう今や 2.4 リッターということになっていて、なおかつ出力も235馬力で、トルクが250ニュートンで、かつ0-100の加速が 6.7 秒ということなので、一昔のもう250、60馬力の、高出力な車とさほど変わらないという動力性能を持っている車になっています。で話また、BRZ のセッティングとの違い、車の違いということでいうと、フロントはアルミのナックル、こちらは鉄のナックルになっているということで、よりこうごつくがっちりと作ってあるということと、後ろのダンパーについても、レートはこちらの GR86 の方が高くなっている。でスタビに関してもリジットになっているのが GR86 で、 BRZ はやはり少しこうソフト気味になっているということがあります。なのでやっぱり BRZ はどちらかというとこういったロングツーリングをすると、ロングツーリングで車を楽しむツアラー的な要素を兼ね備えているっていうのがあって、 GR86 はやはりこういったサーキットで走るといった、僕なんかもやっぱそういった車をすごく好んで乗るんですけど、そういったサーキットまでこなせるような車の味付けを楽しみたいという方にとってはやっぱこう GR86 なのかなっていうところがあったりするそうです。あとは空力による影響も結構違うようで、スバルなんかは雪道でまずセッティングを重ねていったということで、弱アンダー傾向に車体をセッティングしていったのに対して、こちらは少しこうオーバー傾向、車の後ろを少しこう積極的にこう動かして車の、ハンドリング、車の特性、弱オーバー傾向ステ、オーバーステア傾向でコントロールできるキャパシティを持たせてるっていうのが、こちらの GR86 になっているということのようです。で今日僕この車乗る前に、またこの車私全然知らなくて、 ZL6 から86あるわけなんですけど、この車のプラットフォーム自体は ZN6 と変わらない、 ZN8 になって、もちろん剛性アップというのは測ってるわけなんですけど、基本骨格は変わらないということなんですけど、やはりリア出力が 30% ぐらい上がってるということなので、やっぱリアのサブフレームの剛性というのは大幅に上げてるということのようですね。その辺も違っていて、後ろをしっかりとさせないとやっぱりこの車は走らないよということを、やっぱりスバルは雪道のセッティングの時にその辺をしっかりと抑えたようです。だから 4WD、AWD のセッティングとやっぱり少し違うと。 AWD は前で引っ張って、後ろが滑った分前で引っ張ってあげればいいっていうような、結構セッティング的には簡単らしいんですけれども、こちらの FR になってくるとフロントはもう完全にソーダになるわけ でリアでトラクションを稼ぐしかないということなので、いかにリアのスタビティを上げていくかっていうことがやっぱり勝負につながっていくと、いうことになってくる。そういった意味ではこのGR86 というのは割とこうセッティング、リアのトラクション向けにトラクションがかかるように
セッティングした車になっているということなので、まあ、FR という形もあるんですけど、割とこうミッドシップ的な、僕も結構ミッドシップ好きなのでミッドシップ3台乗り継いで来てるわけなんですけど、結構ねミッドシップスポーツみたいな感じがするし、かつこの軽さ自体も先代の ZN6 と軽さもほとんど重さも変わらないと言われているわけなんですけれども、うん、非常にその車の警戒感っていうのを感じます。だからロータスに乗ってるような、ロータスに近い、エリーゼに近いような、非常に車のその軽さ警戒感みたいなものがしっかりとあってね、いやこれ330万なんですけど、すごくねいいですね。車がコーナーがとにかくね楽しい。でこの音なんかもサウンドチューニングされてて、よりこう車のレーシー感、まあ、今4000回転ぐらいまで上げてますけど、このよりレーシーな感じ、まあ、今までのこの300万ぐらいの車ではもうねなかった世界のハンドリング、うん、で後ろが今までの僕この FR っていう車結構後ろが軽いっていうイメージがあったんですけど、あのマセラティとかですとね、後ろリアトランスアクスルだったりするんで、割と FR であっても後ろも重い感じですごくグリップしてるなっていう感じがあったわけなんですけども、これはねもうなんかより一層、やっぱ車自体がすごくコンパクトだっていうこともあると思うんですけれども、すごく重量バランスも非常にねいいですね。なんか後ろがなんか抜けちゃう、先に抜けちゃうっていうピーキーな感覚っていうのはね全くない。でまたねロードスターと結構比較対象される方も多くいらっしゃると思うんですけれども、またねロードスターとはね、まあ、違ったあの乗り味になってる、まあ、ロードスターもう少しこうガチッとしてるなっていう感じじゃなくて、どちらかっていうともっとこうまあ、コンペティティブな車ではあるんだけれども、どちらかというとこう BMW っぽい感じ、ちょっと紳士的な FR っていう感じでもスポーツだよねっていう感じなんですけど、この ZN8 っていうこの86っていうのはもうね本当に、まあ、雑誌とかでもよく歌われてると思うんですけども、本当にねスポーツカーですね。どちらかというと FR スポーツっていう感じなんだけども、ロータス寄りみたいな、そういった車になってるなっていうことをすごくね感じます。でこういった兼用道ですと結構路面が良くて、路面のこのうねりアンジュレーションっていうのは割と少ない。でこういうところでやっぱり乗ってみると、やっぱり路面に対してしっかりね追従してる、まあ、真っ平らなところはもちろん真っ平らですし、路面がうねってるところはやっぱりうねるわけなんですけれども、すごくね車がね素直で、こういったところでもう即座にアクセル踏んで加速していくような感じっていうのもやっぱりしっかりとねあります。まあ、この辺なんかはやっぱりこうサーキット走るだけじゃなくて、サーキットを走る前のこういった移動するとき、こういったときにおいてもすごくねこの車は楽しくね走れます。サーキットスペシャルにしてしまうと、どうしてもこういったクルージングするときなんかは少し乗りにくさみたいなもの、そういったものがあるんですけれども、全然そういうのもねないですね。でこういったロードノイズとか、まあ、そういうのも全然気にする必要のある車ではないんですけれども、全然こういったもうロードノイズとか低周波とかそういったものまで全く気にならないし、車のエンジン自体のサウンドもものすごくねチューニングされてていいです。まあ、これは結構疑似的にサウンドチューニングっていうのを、まあ、されてるわけなんですけれども、スバルが好きでやっぱりこう水平タイプを乗りてえよという方にとっては、うん、やっぱりこの86のねこの 2.4 リッターの、これ FA24 っていうエンジンだったと思うんですけれども、やっぱりねこれダントツにこのエンジンは素晴らしいというか、この車体、軽い車体に対してやっぱこの高出力なエンジン NA でももう十分、全くパワー不足を感じない。で FR みたいに、まあ、ピーキーさっていうのもないけれども、でもこの量が先に出る前に、先に量が出るというよりはロールがやはり先にこうしっかりと発生して、で後ろのタイヤの限界っていうものを
ちゃんとね、ドライバーに伝えてくれる、なんかそういう車になってます。ものすごくピーキーで、なんか綱渡りして走るような車じゃなくて、すごく安心感の高い、もう高速性能なんてもうポルシェみたいな感じ、もう何も考えなくてもスーッとこう水澄ましのように走っていくような感じすら、しっかりとある車にね、やっぱなってます。で、重心もエンジンの重心自体は先代と変わってないんですけれども、車体で見ると重心が4ミリ下がってるらしいので、やっぱそういった FR のやっぱりパッケージングっていうものをやっぱ最大限にこう生かす。で、 FR とあの AWD の違いって、エンジンの重心高っていうのはやっぱり下げられるっていうのがあります。スタビの問題であるとか、あとはこのタイロットのエンドの部分であるとか、まあ、足回りの構造上的なところももちろんあるわけなんですけれども、そういったところで、より一層低重心で、まあ、エンジン自体も水平対向っていうこともあるんですけれども、非常に低重心な乗り味のピュアスポーツな車に仕上がってるなということを今回感じた次第になります。はい、ってことで今回は、こちらのトヨタの GR86、こちらの車、まあ、どういった走りをする車なのかということで、まあ、BRZ の比較、また、まあ、その他、対抗機種となる車の違い、まあ、観点で今回ご紹介をさせていただきました。当チャンネルでは、まあ、車およびカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。